静かなる闇に桜、あんたとやることになるなんてね。さっさと蹴りつけてやるわ。すぐにあんたの口から参ったって言わせてやる。忍法新天神の術。アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ナルト、お日さん。私のことはなるべく遠野と呼んでください。また明日にしよう。お弁当作ってくるから。よほど大切な人形なんですね。いつも持ち歩いてるなんて。大切な思い出の形。お腹が減ってらっしゃるんでしょう。シャルロット、シャルロット・ヘイゼル・リンクよ。よろしくね。どうしてこんなところにいるの？てっぺいがね、シルビーは寂しくて寂しくて仕方がないんだって。なんちゃって。シャルロット・ヘイゼル・リンクよ。また会えたわね。私の名前は清水貴子。担当科目は古典、英語、数学。何が？ずいぶん盛大な寝言ね。そうね、私に話すことじゃないわね。元諏訪くん、どこ行ってたのかな。私泣くる、秋月泣くる。だったら私がもらうね。ちょっと面倒な子がそばにいるのよ。ゆえが来たのならやっぱりお相手は私よね。せっかく東也くんの魔力もらったのにね。やっぱりこっちも主の魚。案外得体の知れない部外者ともども学内に侵入。かけがえのない憩いの場である美しい芝生をみだらに著しく損傷。聞いてらっしゃるの？おきはまいさん、うん。エイトさん、副会長といえど今は口を挟まないでいただけますか。あのトキハって子、絶対に何か隠してる。よく持ちこたえたわね。いい？そこのコーラル、乙女っていうのは力と技と根性です。いい？しっかりこの学園で学びなさい。あなたには素質がある。この私が言うんだから間違いないわ。失うものは何もない。溢れ出してくエナジー。ん？私また映画が見たいな。ダメだ。何よ、汚い手を使って生徒のふりしてるやつに言われたかないわ。好き？遊ぼう。そんじゃ、そろそろとっておき。はぁ、面白かった。来週またやるのかな。いやよ。何やねん、エルビー。まっ、うちは麻婆丼はやってないにゃ。失礼するにゃ。て、共演の時ごしくもりにゃ。おっかさ。魔法少女ものか。人間少女でいられるときはほんの一瞬だって。うわっ。君と一緒が一番好きよ。でもっとギュッとね、君を新しい場所へと。はじめまして、ケーマのママでーす。まあ、エルちゃんっていうの。面白い子ね。話聞かせてもらおうか。もう帰ってくんねー。よしよし、あんたら兄弟の面倒はしっかり私が見るから。
ごめんね、こんな人混みはあんまり慣れてなくて、ぶつかってしまったお詫びにね。キスの方がいい？そろそろお仕事に戻らなくちゃ。じゃあね。街中じゃ手は出せないって話だったけど、甘くはできてないわね。もしもし、こちらはオリアナ・トムソン。すみません、これは私とホット応援の策、バンス伯爵の依頼でマリア様のために作った一振りです。そんな通り名もありましたね。もうこんなことはしないって約束していただけますね。では水に流しましょう。武器やカトレア参ります。こっちの中身は知りたくないわけ？やっぱ男としてはララッチーくらいのスタイルが止まらないでしょ。子供っぽすぎるからさ、あんたがリードしてやんなきゃね。もう相変わらず冗談通じないんだから。こんにちはセリーヌちゃん。メグ、よし行くぞ。なるべく急いで確実に済ませます。クラルビント、導いてね。いや、導いてね、クラルビント。パンパン。それじゃあ夜明け時までにまたここで。クラールゲホイル、ごめんなさいね。ちょっとだけじっとしてて。真っ白な羽は明日を探して、いくつもの夜を越えてゆく。それでここは私の家です。お粥を作ってきたんです。モロロ粥。この人怪我で。それでそのあなたは私たちを家族だって言ってくれたじゃないですか。大丈夫です、元気になればきっと記憶も戻ってきますから。どない願いたら一つだけ。真面目に聞け。刑事罰に問われるような真似だけは決してしない。彼の小悪党ぶりは信用してくれていい。雪の下雪乃はどう映る？嫌なやつ。そうか。非常に優秀な生徒ではあるんだが。つまりこの部でどちらが人に奉仕できるか勝負だ。真理、それがこの世界の真実だ。服を着た豚ども、その真実に屈服せよ。そのハサミの使い方も知らぬ愚か者か。つまらん。いや、それだけではない。陣やっと神純潔。お前はもう死んでいる。だってクーコはお姉ちゃんがいいんだもんね。愛さえあれば関係ないよね、なんてそんな幻想は私がぶち壊す。というわけで今夜はクーコと新作ダゴモン朝まで生プレイだから、邪魔者は入ってくんな。